あと5回勝てば勝率5割ですね。なんとか勝っていきたいですね。先発ピッチャーランディーメッセンジャーですね。一応先発は山岡君ですね。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしています。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはタイガースの先発小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないが大違いになります。ゼロに行きたいですね。さあそういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。いきなり長いっすね。やめないか。インコース詰まりました。オッケー。バッターは2番に入っている丸。メッセンジャー、まずは先頭バッターを打ち取っています。メッセンジャーは結構打たれるんだよね。メッセンジャー、そしてキャッチャーはウキー。ちょっと心配ですね。インサイド決まっています。低めボール、これが3球目ボールになります。低め、2ストライク、2ボールと追い込んでいます。打ちました、ツーベースの打球。オッケー、これからホークスが守備につきます。攻撃につなぎたいですね。バッターは糸原、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ガムサガミ石に向けガガンダ戦士糸原ほっとんかい。山岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。行くぞ木並み勝利目指せ、熱き心乗せた水。あ、惜しいな、ちょっと詰まったな。もうちょっと前で取られとったら受け取ったけど。すごーい、レッツゴー、いったー。撮影するかもんな。初球でした、ぎっちり捉えたあたりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガース1点を先制しました。1対0。さあ初球は何か、スタンドをはじき返せ栄光つかむその日まで。さあインコースに持っていきました。うんうんうん。あそこちゃんと言ってほしいよね。正直アウトコース打ちました。阪神だけなんかプロスピのダウンロード応援曲で阪神タイガースの歌っていう。ロックオロスだけっていう。阪神だけ。他のチームはなんか選手がね、多いからあったり、そういうのと、チームのチャンステーマ。2球目打ちました。打席には5番バッター、中村。ヒットでランナーを1塁に置きます。寒い打線ですけど。インサイド打った。どうだろう。1点で勝てるのか。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ライトに持っていった。オッケー。あ、誰か。バッターは6番ジョーンズ。タイガース連続安打でランナーを背負っています。連打をタイガースピッチャーが変わります。1打は5分の1。これ大丈夫でしょう。
逆転されることはないでしょ、最悪。同点はあっても。なるほど、そうですか。メッセンジャーだったらちょっと逆転もあったかもしれないですけど。この場面、まあでも、0でいって、勝ちたいですね。1塁線。定位。さあ、1塁線には上野が入ります。今の飛び出しちゃいけんでしょ、一塁ランナー、誰か、誰や。この回で追いつかれるわけにはいきませんから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど。さあ、大体誰だと。バッターボックスには代打の宮崎。まあ、でもまだ右で良かったかな。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが、外れています。一回右なんで、ちょっと有利です。フォアボール、ここは勝負を避けた形でしょう。オッケー、これ勝った、これは勝ったでしょ。判定は大丈夫かな。いや、おらんかったんで。球は何で来るか。大丈夫、出そうと思ったけど、おらんかった。微妙なところを攻めてきます。ストレイクです。バッターボックスには代打の柳田。来ましたね。エランか。よかった。次は2球目。安心しましたね、ちょっと。Sランドだったらちょっとね、この選手に関しては、打たれる気しかしないんで。はい、そうですよね。最後はファールフライ、時間でアウト。これで3アウト、試合終了。見事、1点差を守り切りました。まずはちょっとね、次勝てば、あれかな、次勝てばあれですね。負けてもいいのかっていう。次負けても勝ってもプラチナランク2に上がりますね。昇級もしたってことで。ご視聴ありがとうございました。